はい、ピースケでサクセススペシャルやっていきたいと思います。今日は、主演の強化を初見プレイやっていきたいと思います。敵こんな感じです。サイガ、ノーミ、ミナズキ、ライチ、ジングジで、サンバニジマをいきたいと思います。まあ、打撃でちょっと多めにして、打撃3枚の筋力2枚ですね。で、ライチをお借りしている状態です。で、ノーミをちょっと、まあ、精神を補う感じというか入れております。で、まず評価ですね。で、新島の告白を間に合わせないといけないので、レベル上げてないのでって感じですね。で、まあ、あとひたすら打撃力を早めに上げて、試験を間に合う、試験でね、満点取っていけるようにやっていきたいので、ここはこっちでいく。あとね、水月がどんな感じなのかっていうのも見ていけたらと思っております。はい、のみちゃん。のみと神宮寺はコンボあるんでね、それはいいっすね。で、あと、まあ、打撃固めつつの、なんか試合経験点も固めつつみたいな。試合経験点も3人確かいたので、そういう感じですね。で、まあ、阿部妃はもう取れたと。意外とコンパクトですね、宮崎さん。すごいちっちゃいマッチョの人みたいな感じかな。新島がね、来てくれればいいんですけど、雑用の間。そこですね。お、最大値上がった。サンキュー。来週からか。どうしよっかな。こっち行くか。よし、上。雑用、あ、いいのか。なんか雑用の内容もちょっと変わってるらしいので。おお、コツがもらえる。すげえな、3軍でコツをもらってくって。ペーペーパパペーペーペーパパ。皆さん聞いてますよね、水野さん。で、これは無理でしょ。あ、やばい、肩上げれないからな。神宮寺の金属は運です。そんなに失敗しないようなイメージではあるので、信じる。おお、これってアプリの強化と同じですよね、多分。おお、おお、新島サンキュー。終わりですね。こっちって1かな？あ、どう、こっち1でもらえるみたいですね。アビヒアも取っちゃおう。まあ今、典型点ないので、後でにしようね。で、多分ね、コーチを追った方がいいですよね。できるだけ。まあ、誰もいないけど、コーチいいかな。何も来ない。
ちなみで。マジか。あ、チンチン来ない。タイガだけいなくならないっていいっすよね。おお、このタック組めるでしょ、最後。いないし。親父呼び戻しましょう。新島早め。ありがとう。あ、そうか、ここで評価がかなり上がるから。あ、やべ。基礎値上げるの忘れた。まあいいや。もうね、強振でいくしかないですよね。いけ。うえ。なんかこの感じ久しぶりだぞ。いけ。おい。40点ぐらいが、ま、満点だった気がするので、あれ、あーやばい、30は行きたい、無理かな、29、ミスった。次が1月ですよね、確か。うわ、めっちゃもらえる。でも、いや、もうほんとこれが全てなぐらいな感じですね、やっぱり。なるほど、そう、みなどき、おお、早っ。やっぱ一気に30上がるから、選手権彼女いいかもしれないですね。普通の彼女だと追わなきゃいけないから、多分選手権彼女は追わずにこれだけでもタックが組めるの、タックじゃない、告白ライン乗るので、うん、いいね、これ最新です。これ多分呼び戻したらもうタックできるみたいな感じですね、多分。じゃあ先に打撃を揃えちゃおう。あとは打撃か筋力に固まってくれさえすればいいので、狙い値はもう分からないっていう。これは これですね、筋トクかな、ちょっと見てみます。ミナ、慣れるしかないか気にしたら負けだですね。ほうほう、これは精神、こっちが技術の、こっちが精神もらえるみたいなんで、俺は精神でいきたいと思います。いけ、来てるけどな、コツが欲しい。あ、でもこいつ早急とかしかくれないのかな。さよならとか、いいね。
わあ、そのイベントは後で欲しかった。試験があるので、なんかやっとこう。初級何だっけ、今日いいです。帳尻ちょっとまだ終えてないんですけど、コーチも痛い。オスパーヒこい。あーよいしょ。あ、まあでも新島くれるっていうこのすごいやつ、ライチすげえな。タイガーが筋力ボーナスなのかな。頼むよ、ビフテキ来い。バナナ、きたー。ちょっともう40点打たないと。同じピッチャーだ。やばいやばいやばい。あぶねえ。40点。次ホームラン。ダメか。1点足りないって。なんでさっきから1点足りないの。ありがとう。でも60か。まだ農民を呼び戻してない。精神もらっとこうかな。あ、てか最大値あげれるな。牛乳を飲もう。オッケー。コーチがなんかうまいとこ重なっててほしいんだよね。もう重なるのを待つのみかな。パワーキは取ろう。うん、もう耐えたりいらないでしょ。コツ潰しといた方が安いやつは1でもらえるから、もらっといた方がいいですね。うん、でカラスマがいるはず。よし、打つぞ。これも経験って上がってんすよね、多分。うい。
じゃあ。おお、ほう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 、いいね。いつも割と無視しちゃうけど、これなんだ？アイスクリーム。回復か、全部。筋力、技術精神で選球眼。あと、敏捷で、チームプレイ。球眼いい。筋力か敏捷、どっちだろう。筋力。よし。まあ、強心対応はおまけって感じで。ライチでいいかな。ライチとコーチいるから。ライチとコーチ、イエー。そろそろデートした方がいい。はい、エース。いいね、小平のイベントもね、美味しいやつ。あ、待って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 。あぶあもう。コーチ来なかったし。監督と能見がいるから、ここ消して。監督、監督、あれ、監督、これサボり癖消してくれないやつ。もう一回やってみよう。あっ、マジかー。いけるかー。なんだよ、これサボり癖直してくれるイベントかと思ったじゃん。ライチ。タイガーが来てしまった。俺も点数上がってる？パー火つくと違うな。パワー火つくと全然違う。とか言いつつさ、全然打てなかった最後。あ、でもそんなに倍か。ん？倍でもない。で、監督マジで上げてくれない？直してくれない？早急。あ、よし、直してくれた。オッケー。行きたいけどな。コーチ。
ず1回目。やってもらう。あ、まあ、別に増えてないか。出たな、ヤンキー。精神をもらう。タイミングいいね。のみちゃん、ありがとう。あ、やっとダブルいった。できるだけダブルを呼んでいきたい。のみ感想。ちょっと今度は40点いきたい、本当に。ダメだこりゃ。よいしょ、いいよ。わあ、これがヒットにならないのが辛い。文章いいよ。ダメか。え？変な声出ちゃった。あー、今ミスったな。やばいな、30はいくけど、ちょっと俺下手すぎるわ。まあ60もらえてるけどな、なんかやだな。コーチ来てるけど、練習が渋い。なんかタックのとこにコーチいてほしいんだよな。ああ、ここいいじゃん。ほい。来ねえのかよ。やっぱコツ来てると来ねえのかな。コツ扱い。ジャン、オッケー。コツ扱いなのか。一回やってみよう、普通に。サイガだった。え、何コーチ、コーチ、なんなん。これは普通にこれやな。やる気がない。あ、ライチ全然来てない。もしかして。ありがとうございます。試験ってもう一回ある？大会前にもう一回ありますよね、多分。
と2回だな。でいい。危ねえ。もう来た。これどれがいいんだっけ。さよなら男は取ったから、他何もらえない。あ、いぶし銀。あ、でも経験点もらえる方がいいな。いいね。これだと1回かな。プラ3来い。プラ3じゃない、コツ3来い、コツ3来い。ああ、少しどっち行こうかな。これが金徳の選択部分ですね。上が内閣室だ確定で、下が精神的支柱が、不確定。どうしよっかな。行ってみるか、精神的支柱。成功して。お、来たー。でちょっと上げとこう。アーティスト取る。筋力足りてねえな。これ取っちゃうか。あ、これムードのやつなのね。なるほどね。ムードの上位なんだ。監督評価足りてないでしょ。やばいやばい。ダブル。あ、お、でも一人ですごいなこれ。あれ、二人とも金属ボーナス。タイガーがなんかあれなんだね。どっちがいいかな。ライチからもらうのってあと何かあった。あ、広角欲しい。広角欲しいからごめんなさいな。エース取った初球。あ、もう来るね。来い。よし。これが、デート終わりでいいかな。で、対エース取ってるから、骸骨も来てるね。OK。全部成功した。うわー、最後の
いや、さすがに最後は40いきたいな。ちょっとアプリやりすぎだな、これ。同じピッチャーだ。よし。いけ。やっぱいろいろなパワープロやると感覚変わりますね。辛いな。普通のもやるし、サクスペもやるし、アプリもやるしだとなんかはちゃめちゃになる。あ、でもいい感じ。全部ホームランだ今。あ、油断した。でもヒット。いや、分けてあげたい、さっきのに。これが全部できればいいんですよね。69点。まあでもそんなに多分上限あるからもらえないけど。多分40がマックス。お、100いくんだ、これ。いやー、これ満点取んなきゃダメだ。これは満点取んなきゃダメだ。しかもこれ使い忘れた。使い忘れた。使い忘れたよ。広角もう一回いく？ウイスキラー。何やってんの俺。なんかいろいろミスってますね。何に来たらいいの？デートはいらないから、ちょっとコーチ、コーチ、コーチ、コーチ。なんでいないの？何連がいいのこれ。あ、コーチと、コーチとコツってさ、両方来てほしいよね。来い。来ない。なんかコーチの恩恵を受けてない気がする俺。はい、行きましょう。ダメだね。やばい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 。変化球打たなくていい。でもバトスタが変化球打つやつなんですよ。つらい。変化球に反応しちゃう。これ。いいねー。お前も変化球ピッチャーなのがやめて。いけた、いけた、よかった。危ねえ。てか頂点取られてるよ。よし、なんか来てお願いだから。来ない。そういうやつじゃないのこれ。じゃあコツもらうわ。
精神がこんな感じか。はいはい。まあ、チャンス直取りできたら取っちゃおう。速球発揮よ。よいしょ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁と。えっとこれはこれセカンド。オッケダブルシングル、なんかちゃんと順番に来てほしいな。サイガちゃんは普通のもうこれ取り切ったのか。サイガさらにこれがあるからいいですね。これはこれだな。なんでこんな経験的に精神余ってる。ああれだ、神宮寺来てねえや。神宮寺の金徳が来てない。そしてチャンス取っちゃう。まあ、こっち来てくれたら嬉しいから、まあ、いいと S。 はい、筋力が足りない。ああま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 あ、それと投げました。危ない球。鉄砲塚なんか急に外れた。急にすごい変化球投げてくるみたいな。フォアボールやめてほしい。新鋭追加点のチャンスです。ワンアウトランナー。よいしょ。7回の裏、新鋭攻撃に入ります。よいしょ。いいね。これはここかな。おー、ここか。とりあえずパワーを演習。ならない。総力は A にならない。さあ頂点に駆け上がるのは新鋭。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で花井、第2球。2球目ストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。
いいとこつくな。よく見ました。カウントは2ボール2ストライク。打ちました。ダメだ。ライト前クリーン。俊英ビード、ホームランかった。せーじょ。ランナーなしという場面で課題。よいしょ。いったー。さあ。バトスタの訓練の成果になったのかわからないけど、うわー、それもいい球ですね。第2球投げました。よっしゃ、よっしゃ、やっぱ青ちゃん、よっし、マリンボール待ちからのカーブ打ちです。イエー。いいね、試合経験点。どっちがいいかな、筋力だな、やっぱり。ハリトランか。筋力キャラもう一人入れてもいいのかな。もう見はやめて。とりあえず A でしょ。打球伸びとか取る、まあ、あと今取んなくていいか。広角来なかったし、取っちゃうか。チャンスも取れるね。兵士余ったな、意外に。ファーストだからか。2回の裏、2点を追いかけます。俊英攻撃に入ります。この回のトップバッターは花井。さあ次の投球、打ったことはいい当たりだ、アウト。にじめ、ここは打たなきゃまずい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で、よし、打った、強い。追加点のチャンスを迎えました。あれ、降板？2アウトランナー2塁という場面。それはそれに辛い。投げました。カーブ空振り。ちょっと怖いよ。ストレート。投げた。打ちました。いい当たり。やあ。スリーアウト。俊英。いや、こういうやつのが打てないんだよ。ノーアウトランナー1塁という場面。いつもいつもいないから。ホームランを打っています。投げた。打った、いい当たりだ。ヒット。ボールはサブ。あー、満点じゃない。あ、低い低い、やばいやばいやばい。100点ぐらい損した。今またさらに損した。さあ何点？あ、まあこんなもんか。7500点か。うん、まあ、やっぱ試験とか買ってって感じっすね。試験とかをオール満点とかで行ってどうでしょうって感じですね。精神使えそう。アッキーボール、アッキーセブン、競争率、上り調子、いかないか。こんなもんかな。S5 は行きますね。俺は査定下手だから、S6 とかも全然いけるかもしれないけど、って感じですね。金徳も、金徳全然成功してないんで、
金徳がちゃんと来て試験が全然勝てたらもっと全然伸びる感じかと思いますね。俊英強い。100点もらえるからな。うん、多分40だかで多分もう100、40、50だったらちょっときついかもしれないけど、多分40とかで100点ずつもらって、それで俺ずっと60とかで来てたから、3回、120点かける4、まあ、500点ぐらい違うんで、それでもう8000点はいくと。うん、で試合も決勝ちゃんと打てればもうちょっといったんで、まあそうですね、8000以上いって S6、S7 ぐらいは狙える出来だったんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで今回はこちらで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。というわけで皆さん、ピースの一度、バイバイ。